じゃあ今日も始めましょう。挨拶のお勉強よろしく頼むぜ。おお、やるなエース。違うでしょ。そういう時はよろしくお願いしますよ。なんだ違うのか。今のかっこよかったけどな。エース君はルフィがお世話になった赤髪の船長さんにいつかちゃんと挨拶したいからって始めたのよ、このお勉強。シャンクスに？ああ、赤髪に会う頃には俺も海賊になってる。同じ海賊としてお前の兄貴として筋を通すのは当然の務めだ。さあ、相手が目の前にいると思ってやってみて。俺はエース。てめえ誰ですか？ダメです、てめえなんて乱暴よ。おめえじゃねえか。己は誰ですか？こにゃろうじゃねえか。貴様は誰ですか？これは誰ですか？それはじゃねえか。真面目にやってる？お前が横でごちゃごちゃ言うからだ。邪魔すんな。あのなエース、俺昨日でっけえ卵がいっぱいある大蛇の巣を見つけたんだ。今から取りに行こう。え、でっけえ卵？ダメだダメだ。俺は挨拶の勉強をするんだ。大蛇に見つかったら俺一人じゃやばいじゃねえか。でもエースが一緒なら安心だ。だからよ。うるせえ。